鬼頭正和は、愛知県名古屋市南区の立町出身の元プロ、野球選手、コーチ、監督、解説者。同じくプロ野球選手であった南海の鬼頭和夫は、実刑、近畿日本の鬼頭勝次は実定。旧制日大三中卒業後、1940年に名古屋軍へ入団。同年のシーズン途中に、兄、数優の在籍していたライオン軍に移籍し、 二年目の1941年8月1日の太陽戦で6回表に朝岡三郎から勝ち越しとなる初本塁打を放つ。1942年まで在籍し、その後は1943年に出征して輸送船で南方へ赴くはずであったが、直前に不評戦術を学ぶため国内に残った。鬼頭が所属していた部隊の船は、 台湾沖で沈没している。福音後は、八幡製鉄所でプレーしていたが、1950年に西鉄クリッパースでプロへ復帰。1952年には近鉄パールスに移籍し、その年にリーグ4位の打率。320を記録。1954年はリーグ9位の打率29。292で、球団史上初の A クラス入りに貢献。うち、 外野こなせるユーティリティプレイヤーとして活躍し、1955年からはコーチを兼任。1956年には助監督を務め、1958年限りで現役を引退。引退後はアマチュア球界に転じて、日内高校、三菱化成、柳川商業高校で監督を歴任。日南高では野球部を初の甲子園に導き、 1963年の春の選抜へ出場。一回戦で準優勝校、北海と接戦を演じたが、無念の敗退を喫した。1968年に西鉄の一軍打撃コーチとして、プロ球界に復帰し、1969年途中からは、黒い霧事件の責任を取って、引退、辞任した中西太氏の後を受けて、代理監督を務めた。その後も、 西鉄太平洋に残り、二軍監督、ヘッドコーチを務めた。1976年には、監督に就任。もともと、フロントは、レオドローチャーを招聘する予定が、主事の事情で来日しなくなり、急遽、ヘッドコーチであった鬼頭に要請され引き受けることになった。球団名が、クラウンライターライオンズとなった1977年に、退任。 二年連続再会に終わったが、在任中は、真弓秋信、吉岡悟、鈴木春彦、若名義春、大田隆山村義則を積極的に起用。土井正宏、白木隆竹野内正史、はじめ水らベテラン選手と対立しながらも、走る野球で若返りを断行していった。クラウン監督辞任後は、球団役員を務めたが、西武鉄道グループへの売却。 所沢伊天寺に対談した。クラウン対談後は、太宰府市に在住し、9会の表舞台に登場することは少なかったが、九州朝日放送、NHK 福岡放送局解説者として活躍。2001年より、長男の母校である、九州大学のテクニカルアドバイザーを引き受け、地元の大学9会の発展にも尽力した。2008年11月4日、肝臓癌のため死去。 88歳没、ありがとうございます。